今日が初めて、はい、古川先生が会長っていうか、チーフっていうかですか、あっちの、あ、なんか幹事というか、そういうそのまま薬を作る臨床試験や臨床治療を無駄性治療を治療化するのはまだ無駄性治療を治療化するのは大学の事務の事務、あ、セミナーの、どちら、あ、私は名刺ないんで名刺代わりなんですけど、私科学技術研究家といいまして、ヤフーブログと YouTube でお世話になっています。セミナーと申すのですけど、ちょっとですね、僕ヤフーブログというのをやってまして、はい、それでいろんな会社様の報告をして、あ、まあ、会社にはなってないんですけど、そうやってちょっと資金を獲得しようと思ってるんですよ今から。それで、まあ、バイオベンチャーかいろんな、なんか資金を獲得して会社みたいなのを開発、製品開発をしていこうと思っている駆け出しのものなんですけど、まあ、これ名刺だと思って、今日を名刺ならない、またこちらのシーンが伺います。